はい、それでは時間になりましたので、計算科学技術局の地位を始めさせていただきたいと思います。本日の講師は東大物理研の渡辺博さんです。はい、はい、よろしくお願いいたします。第6回の、テーマは可読性と性能の両立を目指してということで、1時間半ちょっとお付き合いください。本日のアジェンダですけれども、最初にちょっと自己紹介的なことをした後に、プログラム設計で悩んだことについて紹介します。今回はその体系立てた知識というよりは、僕がその悩んでどうしたかっていうのをの一例を皆さんにちょっとお伝えできればと思っています。で、僕は分子ドリフトコードを書いて公開しているので、その、設計で悩んだこと、特にあとプログラム自身の設計と並列化の設計ですねについて悩んだことについて紹介した後に、最後に本講義の大きなテーマの一つでもありますプログラムを公開する、ソースを公開するということについて、私の経験を少しご紹介させていただければと思います。これで自己紹介なんですけど、僕は多分自分のことを物理学者だと思ったことはなくて、多分プログラマーだと思います。最近プログラムあんま組んでないんで SE だと思ってます。で、よく使うのは Ruby と C++ ですね。で、使ったことがあるのはそこに書いてある通り Fortran、Java、Perl、Python、JavaScript、ActionScript なんかも使えますが、最近はもうフラッシュとか言ってなんか時代遅れっぽく扱われてちょっとショック気味ですね。最近はUnityが流行ってるんですか。で、プログラム歴はそこそこは長いですね。 PC9801 で、N88 ベーシックから入って小学校からですね。で、中学から、クイックベーシック、あとアセンブラ、この時はまだ僕はアセンブラ組んでなくて、友達がアセンブラ部分を組んでゲームを作ってました。で、大学院に入ってからC++をちゃんとやりだして、フリーソフトというのを、Windows のフリーソフトを作って公開していました。で、あとは Perl を覚えたのもこの頃ですね。Windows 95が出た後、インターネットブームになりまして、今じゃその掲示板とか自分で作んないでしょうけども、当時は自作するのがすごい流行ったんですよ。その時にパールがバーッと爆発的に広まって、で、僕もそれで CGI とか作りましたね。あと企業の下請けのアルバイトをしていました。そういうこともあって、そのプログラムをこうチームで作るという経験はしています。で、明大にその後入ってですね、助教になってからアクションスクリプトというのを覚えて、フラッシュのゲームをいくつか作りました。で、あとは Ruby を覚えたのもこの子ですね。で、MPI の並列をちゃんとやりだしたのは、その後情報基盤センターに行ってからなので、割と最近です。で、今は大規模分子ドリフト学法で研究をしています。で、作ったものの紹介なんですけど、これはパールがすごく流行った時代の、作ったものですね。その当時の Windows95 とかの DOS 窓ってすっごい使いづらくて、マウスでなんか、コピー&ペーストもできないような世界だ。なので、DOS 窓を使わずにパールを実行できる。だって、スクリプト言語ってコンソール上で使うものですから、それがめんどくさかったんで、パールを裏で実行して、標準出力とかエラー出力を取ってきて実行するっていう DOS 窓を隠すプログラムを作りました。で、今表示している画面はですね、窓の森っていうサイトで、Windows とかのフリーソフトで面白そうなのを紹介してくれるサイトです。当時その窓の森にソフトが掲載されるってちょっとしたステータスだったんですけど、今はそんなでもないですかね。これは割と使われたそうです。ある大学が教育用のソフトとしてなんか標準で使ったインストールしたとかいう話を聞いています。これが B3 の時ですね、作ったので。パズルゲームを作りましたね。これ M2、これ日付見たら2001年の1月12日って就論の追い込み時期に作ってるんですね。ぷよぷよと倉庫版を合わせたようなゲームで、色のブロックを押していって4色揃う、ぷよぷよのルールで揃うと消える、で全消ししなさいっていうゲームを作りました。で、これもやっぱ就論って大変じゃないですか。大変だと現実逃避したくないでしょ。だから就論時期に僕ゲーム2つも作って公開してるんですね。そのうちの1個です。で、これは D1 の時ですね。これはまだ余裕がある時ですね。未踏ソフトウェア創造事業というのに採択されて作った量子計算シミュレーターですね。これはなんか量子計算の、回路を自分でマウスでぐりぐり書いて、で、それを実行すると、それを結果が出てくるってやつで、
あの内部は後ろは行列かけるだけなんですけど、それをいちいちこう手でプログラム組むの大変じゃないですか。だからその実際の研究用のデバッグ用によく使われたという話を聞いています。でですね、あとあこれ明大の3年目ですね、あのメールを作成しなんか解くとその最短パスで経路をかあの行くと絵が浮かび上がるような迷路を作るためのツールっていうのを作ったんですね。でこれはなんか就職してから何やったんで狙ってんだって感じですけど、あのはい、こんなの作りました。でこれはあの実はその物理の知識っていうかその応用して作ったやつでして、あのスピン系とかあのパーコレーションとかの研究するときにクラスタリングアルゴリズムっていうのを使うんですけど、それあれこれ迷路に使えんじゃねと思って使ってみた一発ネタのソフトですね。それもまだ窓の、ま、この時もまだ窓の方にあったんですね、今もあるんですけど、に紹介されたやつです。であのこんな感じで僕はあのどちらかというとプログラマーだとあとフリーソフト作家だということが分かっていただけたかなと思います。ほいで今後期の対象者ですが、あの趣味ではなくて仕事でプログラムを組もうと思っている人です。あの趣味と仕事の一番の違いってもう皆さんよくご存知だと思いますけども、趣味と仕事の一番の違いは締め切りがあることですね。趣味には締め切りないんです。あのせいぜいあってコミケの締め切りでしょ、それも飛ばしても死にはしないわけですけど、仕事で締め切り飛ばしてたらやっぱ首が飛ぶわけですね。なので何かこう期限が決められたところで何かを作って公開していくということですね。まあ、研究も締め切りないっちゃないですけど、締め切り設定しないでいくとやっぱりそのね、論文書けないからダメなわけですよ。でもう一つあの同じことですけど、プログラムを自ら書いてそのプログラムで論文を書く人を対象にしています。なんかその市販のソフトを使って研究するんじゃなくて、やっぱその自分で研究するなら自分で数値計算するならある程度は自分のプログラムでやりたいよねっていう人をちょっと想定に置いています。で最後、何かソフトウェアを公開しようと思っている人の、なんか作ったは作った、でもそれを例えばそのこんなの公開する意味あんのかなとか、公開したら大変じゃないのかなと思っている人に対して、まあ、いろんなソフトを公開してきたあの経験をちょっとお伝えできればなと思っています。最初の話、さてプログラムを組むときに最も大事なこと、さっきも言ったけど趣味ではないです、仕事でプログラムを組むときに最も大事なことは何かっていうと、まあ、何といっても妥協ですね。あのこれはあの Facebook の創業者であるマーク・ザッカーバーグの言葉で That is better than perfect。 これはあの Facebook の会社の壁にかかってるんだそうですね。あの実際にこの人が言ったかどうかは知らないけども、とにかく壁にかかっている。とにかくあの動くもの、完成しているものというのは完璧を目指してずっとやり続けるよりも素晴らしい、まあ、とにかく動くものを作る、そっちの方がいいのだっていう考え方です。でこちらもあのこれもマーク・ザッカーバーグの言葉です。コード・ウィンズ・アーギュメント。コードは議論に勝る。そのどんなに議論してもやっぱり作ってみないと分かんないことってあるんですね。その昔はそのすごく議論を重ねてきちっとした仕様書を書いて、そこからプログラムを書いて一発で完成するっていう、これをウォーターフォールと言いますけれども、そういう組み方をしてきましたが、そうではなくて今はもうとにかく作ってみる、ダメだったら、作り直す、もしくは問題があったら作り直し続ける、まあ、アジャイルとかよく言いますよね。そういったループを回していくの方が大事と言われています。ちなみにこの2つの言葉はですね、 Facebook の新規株式公開 IPO ですね、イニシャルパブリックオファリングですかに、我々は、こういう目的で会社を作りますという手紙をつけます。その Facebook の、IPO 新規株式公開の時の手紙に、ダイズベターザンパーフェクト、コードウィンズアーギュメントと書いてあります。これ興味ある人はぜひ読んでください。あのここにあのリンクつけてあるのは、英語版ですけども、和訳もどっかに落ちています。一読の価値はあると思いますね。その学生時代からあのプログラムを作って億万長者になった人が初めてその自分の作った会社の株式を公開して世の中にその会社の価値を問うという時に、自分はどういう気持ちでそれを公開していくのかということをあの書いたやつで、まあ、そこそこって言ったらですね、すごく名文なので、あの読んでみる価値はあると思いますね。あの、うん、この講義よりも多分参考になると思いますよね。だって圧倒的にすごいじゃないですか、彼の方がね。であの同じことを僕の言葉で言いなくて、やっぱ完成しないプログラムには価値はないのです。完成してないものっていうのには価値がない。それは単に文字の羅列でしかないわけですね。プログラムってのは何か目的があって作るわけです。
でその目的、機能を実現するために作るので、機能を実現していないプログラムというのはプログラムではありません。なので何か作る、何か作って公開する、そのためには妥協が必要です。で妥協っていうのは当然のことながら正解がありません。その100人いたら100人の妥協の仕方があるわけですね。でどこをでも全部妥協しちゃうとろくなものができないので、ここは妥協します、でもここは譲れませんっていうのを選択しなければいけない。それをここでちょっと考えてみたい。でそれを僕が今公開しメインで使っているコードですね、短距離分子動力学法コード MDACP というソースコードの開発公開を通じて考えた経験をお伝えしたいと思っています。で MDACP ってすごい語呂が悪いんですけど、モレキュラーダイナミックスコードフォーアボガドロチャレンジプロジェクトという名前の頭文字です。これは文字通りアボガドロ数への挑戦というプロジェクトで雇われていた時代に作ったソフトで、アボガドロ数って10の何すごいたくさんあるわけじゃない、23兆億とか、そこにとにかく挑戦する、つまりもう粒子数が正義なのであるという価値観のもとに作られたソフトです。でアルゴリズムは短距離古典分子動力学法です。よくあるやつですね。で、基本的にどんな相互作用も扱えるんですけど、現在はもうレナード・ジョーンズしか入っていません。で、これで僕は気液相転移を研究しています。平行状態であるとか、重安定状態であるとか、非平行定常状態を研究しています。ほいで、で開発の背景なんですが、これまでもアルプスであるとか、OpenMX の開発の背景があったと思いますけども、ないから作るとか混乱があるから作るとか、すごい崇高な意識高い感じだったんですけど、その MD コードってたくさんあるんですよ。特にその短距離古典分子動力学法って書くのすごく簡単なので、数百行もあったら実用なコードになっちゃうんですね。なのでたくさんあります。特に並列化も簡単なんでね。でランプスとかナムディなんか、スパズムってのもそう、あとモジュラスなんかも、この後話があるんですかね、モジュラスなんかもあります。で論文書くだけならこれら使った方が圧倒的に早いんですね。しかも僕のコードより全然高機能なんで、こっち使った方がいいんですけど、で僕が多分物理学者だったら多分そうしてたと思うんですけど、やっぱりプログラマーとしてはあんま良くないですけど、そのプログラムを自分で書きたいですね。あともう一つあって、その物理の結果を出すということだけじゃなくて、何らか世界一を目指したいっていうのがずっとあって、それでちょっと自分でコードを書いてみました。これでコードの概要ですけども、C++ で書いてあります。で最初フラット MPI で書いてたんですけど、K コンピューターがやっぱフラット MPI でフルノード動かないんですね。ハイブリッド前提のマシンですので。なので K コンピューターをフルに使い倒すためにハイブリッド並列を書き直しました。最初にフラット MPI して、でそれを改造して作ると絶対うまくいかないんですよ。だからハイブリッドに合わせてゼロから書き直しました。それをバージョン2系と僕は呼んでいます。でバージョン2系も1系もだいたい規模としては5000行程度、プログラムを組むためのコードとかスクリプト全部含めて5000行程度、カーネルはもっと小さいです。で CC とヘッダーファイル合わせてですね。だからこれ読めます、読めるので、読める内容なので、読んでみてください。オープンソースとして公開してあります。でライセンスは3条項 BSD ライセンス、ライセンスの話を今度五十嵐さんがするかと思いますが、要するにこれ何でもありです、何でもです。ライセンス表示さえすれば、もうこれで商用ソフトとして売っても構いません。何しても構わない。で設計思想ですが、開発のしやすさと実行速度、これは大体ぶつかるんですけど、それをなるべく両立させましょう。で、ただし、ぶつかったら、やっぱりその世界一を目指すという観点から、速度を優先します。で、他人のアプリケーションとして使うという、ブラックボックスで使うということは想定していません。ユーザー、開発者は僕で、ユーザーは僕です。で、ソース公開の目的も、ユーザー向けではなくて開発者に向けて公開しています。でもう一つ大きな特徴があって、外部ライブラリになるべく公開し依存しないということを言っています。これはアルプスなんかの、設計思想とは真逆だと思ってください。比較してみると、その人には人の妥協があるっていうのが分かるかなと思います。これで性能ですけども、K フルノード使いました。これはもう今年の3月ですかね、2月だったか。K コンピューターって毎月に1回こう大供給ってフルノード使えるんですけど、これは割と胃が痛いですよ。僕3回ぐらい今年チャレンジしたんですね。1月、2月、3月。その1月と2月失敗したんですね。プログラムファイルのあれを失敗したり、あとは 2月の時には絶対大丈夫だと思ったら、ちょっと手元のマシンで解析するためのベクターを置いといたんですよ。
で、それは実はノード数に比例して大きくなっていく配列だったんですね、並列プログラムだから。で、数千ノードで大丈夫だろうと思って数千ノードやった後に8万2000ノードにすると、それが実は10ギガぐらいのメモリを食う。でも数千ノードだと、だって数百メガ、数十メガぐらいだから見落としてたんですよ。メモリのプロファイルとか出るんだけど、それは見落としてたんですけど、 8万2000ノードで動かすと、あのメモリを食い切って死ぬっていうのがあって、いや、そのなんか論文の締め切りがあったんですけど、3月にこけたらもう論文が書けないっていうんで、すごいもう胃がキリキリしましたけど、最後ちゃんと通ってよかったですね。何の話でしたっけ。大体ベンチマークとして粒子数の最大が3000億粒子ですか。ちょっと1兆行きたかったですね。あのアボガドロ数のログスケールで半分到達っていうのは1兆なんです。だって10の23乗でしょ。だから1兆って10の12乗でしょ。だから1兆までいったらログスケールで半分到達したから、まあ1個のマイルストーンになったわけですけども、ちょっと K でも1兆はいかなかったですね。あの主にメモリの問題です。で、最高性能は粒子数減らしているのは、あの密度を上げているせいです。これはこの後の実アプリケーションに合わせているんですけども、密度を上げて12億粒子で、2.44 ペタフロップス、あ、短距離 MD でフルノードで、まあ、23% 出たらまあまあじゃないですかね。で、その後プロダクトラン、K フルノードで使って論文を書くための結果をちゃんと書いて、その論文書くためだから、ファイル IO とかイニシャライズとか全部含めて 17% の性能が出て、これも割とまあまあな気がしないですか。で、急減圧シミュレーションというのをやりました。あの水に水を作っておいて、パッと減圧すると泡がわーって出るじゃないですか。その泡が出ていった後に、その泡が相互作用して一つの泡に消えていくと、収束していくというシミュレーションを K で、あのでかいやつでやりました。あのここに出しているのは、画面に出しているのは4096ノードでやってるやつです。これあの数億粒子のやつやっても、もうバーってちっちゃい泡がたくさんあって全然見えないんでね。で、このプログラムの構造ですが、まあ、インプットファイルがあって、いくつかのクラスがあります。この講義を受けている人は大体クラスとか分かっていただけると思うんですけども、プロジェクト管理クラスっていうのにそのインプットファイルを渡して、それがメイン関数です。これが本当の C のメイン関数に渡されます。で、そのプロジェクト管理ソフトが、管理クラスがインプットファイルを読んで、あのよし、これは急減圧だ、これは液滴衝突だ、液滴生成だっていうプロジェクトを選んで、事実上のメイン関数であるプロジェクトプログラムを呼び出します。で、そのプロジェクトの中で、計算管理クラス、これがプロセスの化身ですね、が MD 計算クラス、これがあのスレッドの化身です。で、変数データクラスなんていうのもありますけども、これをやって、で計算管理クラスが通信を担当するということで、1個 の実行研究ができるという形になっています。で、これを作っていこうと思った中で、いろんなあの出てきた、妥協をちょっとお伝えします。で、まず最初、一番最初に大事なのが、まずインプットファイル の設計なんですけど、その前に、ちょっとだけ、おさらい、プログラム設計のおさらいだけをします。クラス、まあ、お分かりだと思いますけど、クラスって何か、C++ におけるオブジェクト指向では、 C++ はクラス指向 のオブジェクト指向プログラミングですから、クラスを書きます。クラスって何かというと、データと処理、メソッドといいますね、をまとめたモジュールのことです。で、継承によって子クラスを作ることができます。で、継承って何かっていうと、まあ、既存のクラスをなんか継承、機能を、ひな型からなんか作るクラスのことを子クラス、もしくは派生クラスといいますね。で、ほとんどの場合において、実用的にはあの仮想関数とともに使われます。皆さん多分ポリモーフィズムとか多体とか言って大丈夫ですよね。で、仮想関数って何かっていうと、継承元の、クラスの動作を上書きするものです。で、仮想関数は実際に実行時にどのメソッドが呼ばれるかというのはコンパイル時には決まらないという意味で、ダイナミックバインディングなんて呼ばれたりします。で、あのその例なんですけど、例えばあのこれ、エディタのなんか検索窓ですね、があるんですけど、ここにあのいろんなものが書いてありますでしょ。ボタンとか、ラジオボタン、あとチェックボックス、あとはドロップダウンリスト、テキストエリアなんかありますね。で、それらは全部フォームという、これコンテナと呼ばれますね、入れ物に乗っかってるわけです。で、これを例えば他のウィンドウで隠して、でもう一回あの出しましたって言った時に、あの再描画しなきゃいけないわけですね。
でその時にあの OS からあの再描画の必要があるからリペイントしなさいっていう メッセージがフォームに送られてきます。さてフォームは自分自身を画面に書かなきゃいけないわけですね。それをどうやって組むかってことなんですけども、それを自分自身がどこに何があるか全部調べて、あのボタンをどう書かなきゃいけないか、ボタンのテキストラベルには何書いてあるかって調べて書くのはすごく大変なので、こういう形で組みます。あのフォームというのはコンポーネントというあのクラスをたくさん管理しています。でコンポーネントというのは実はひな型クラスになっていて、コンポーネントから派生したボタンクラスであるとかテキストフォームクラスであるとかチェックボックスクラスというクラスが派生していて、そのインスタンスが実は入っています。インスタンスって言って大丈夫ですかね、ポインターみたいなものです。でフォームから見ると自分はコンポーネントを管理しているだけに見えています。ですが実際にはボタンとかテキストフォームが入っています。でフォームはリペイントの必要、再描画の必要があると、コンポーネントクラスのリペイントメソッド、自分が管理している、まあ、配列にバーってコンポーネント入っているわけですけど、そのリペイントメソッドを順々にバーって呼んでいきます。でコンポーネントのクラスのリペイントには何も書かれてないんですが、派生先の、ボタンクラスのリペイントには自分がを書きなさいと言われたら自分を書く命令が書いてあるわけです。で実際には順番にそれが呼ばれていきます。それによってボタンが書かれてテキストフォームが書かれてという動作をしています。でこれのいいところはですね、あのじゃあボタンとテキストフォームとチェックボックスができたので次ラジオボタンをつけましょうって言ったときに、フォームクラスの書き換えが全く必要ありません。これを例えばフォームがですね、自分の入ってるやつにその種類とか書いてあって、スイッチ文で何だったら何だったらとか言ってやってったら、何かコンポーネント追加するためにフォームクラス書き直さなきゃいけないわけですね。でもこういうあのこれをあの、これではリペイントメソッドがあの仮想関数になっていて、実際には別の関数で上書きされているという形になっているわけです。そういう形にするとフォームクラスは何も変更が必要ありません。でコンポーネント種類が増えてもフォームクラスの再コンパイルは不要ということで、あの再利用性がやっていいなというのが、これがオブジェクト指向で頻出するパターンです。でプログラムの設計の良さに関して、いくつか尺度があるんですけど、その中で一番よく出てくるのがモジュールの結合度ですね。あの2つ以上のプログラムモジュールがあったときに、その、モジュール間の強さ、関係の強さを表します。でお互いの設計に依存関係があるほど結合度が強い、依存関係が弱いほあのないほ独立であるほど結合度が弱いとあの表現します。で結合が強いと局所的なあの修正が全体に波及します。さっきのフォームクラスにコンポーネントを追加するという話をスイッチ文でやってたら、何か追加するたびにそのコンポーネントクラスも書かなきゃいけないし、フォームに、こういうコンポーネントが追加されたから今後よろしくお願いいたしますというコードを書かなきゃいけないわけですね。だから波及していくわけです。ローカルな、修正、基本的にはローカルなはずである修正が上流管理案に波及していく、そういうのはやっぱり良くないので、それをなるべく分離しましょうというのが、結合度が弱いプログラムです。なので一般的には我々は結合度が弱い独立したモジュールを作るように努力していくわけです。ですがやっぱりその結合度が弱いプログラムというのはその分そのオーバーヘッドが出てきます。例えば仮想関数っていうのは実行時にならないとあのどの関数が呼ばれるか分かんないので、一旦こうやってこれが上書きされてますか、上書きされてるとしたらどこですかっていうのをチェックしてから飛ぶので、一旦クッションが入るわけですね。だからすごくたくさん呼ばれる関数を仮想関数にしていると遅くなったりするわけです。なので、我々はあのプログラムを組むときにいくつかのパターンがあるわけですけども、その選択肢の中で一番結合度を弱くするのを採択できないこともあったという話をどんどんしていこうと思います。という、前置きのもとにまずインプットファイルから、でプログラムを組むからにはですね、何か数値計算のプログラムだったらパラメータを渡さなきゃいかんわけですね。例えばシステムサイズ32、温度 1.5 という情報を渡したいですって言ったときに、いっちゃん簡単にやるにはあのプログラムに直接引数として渡してしまう。これは当然のことながら、あのパラメータが増えたりしたらどんどんプログラム複雑、あの直接メイン関数の中を書かなきゃいけないので、プログラムとの結合が最も強いものです。であとフォートランでよくあるのがファイルで食わすんだけども順番で指定します。最初はインテジャーとしてやって、それがシステムサイズを表すんですと。その次がダブルであのとかリアルで 1.5 でこれが温度を表すんですというものですね。これはあの順序を入れ替えたりしたら当然プログラムバグるし、なんかインサートしたらバグる、
ので、やっぱりプログラムとの結合は強いわけですね。なのでもうちょっと弱くしようというと、名前と値のセットにしましょう。でシステムサイズは32です、テンペラチャーは 1.5 ですというのをやっておくと、これ当然入れ替えてもバグらないですね。あともう一つ大事なのはパラメータ増やしても何の問題も起きないですね。順序とかその引数とかやってるとパラメータ増やしたら何か問題が起きるわけですけども、この場合は何か増やしたり減らしたりしても何の問題も起きないので、もうちょっとプログラムの結合は弱いわけです。で最も多分いいのは例えばその XML とか別のそのドキュメントのスタイルを使うことですね。それだと何がいいかっていうと、インプットファイルのパーサーを外出しできるので、実際のプログラムという意味では結合度はさらに弱く なるわけです。で、ALPS なんかは XML 使ってるわけですけども、やっぱりその、XML のパーサーは当然だからリンクしなきゃいけないですけど、libXML とか呼ばなきゃいけないですね。その、スパコンとか使ってると、そのライブラリのその対応がまちまちだったりして、これすっごくストレスです、本当に。その何か自分のコードをビルドするのにすげえ苦労して1日かかるとか嫌でしょ。なのでライブラリになるべく依存しないというのは、最近だいぶ良くなったんですけどね、ライブラリに外部ライブラリに最初依存したプログラム書いたんです。僕はだってそのスーツ計算屋じゃなくて普通のプログラマーだったので、ライブラリがあったら使う人だったんですけど、だんだんそのライブラリを使ってると苦労するっていう経験則から、ライブラリを使わない方に行きました。あとやっぱりその XML は人間の手では編集できないと思いますね。人間には不向きだと思います。というわけで XML は使わないことにしました。で、実装ですけども、パラメータクラスというのを作って、文字列ハッシュで管理しています。だから、テンペラチャーイコール 1.5 っていうと、テンペラチャーと 1.5 っていうのは両方とも文字列で持っています。データとしては。で、こっちがハッシュキーになっていて、1.5 がバリューになってるわけですね。で取り出すときに 1.5 を例えば実数で解釈しますとか、インテジャーで解釈しますということを我々の責任、ユーザーの責任でやるというプログラムにしました。ほいで流れとしては、実行可能ファイルにインプットファイルを渡す、メイン関数がファイル名を受け取って計算管理クラスに渡す、計算管理クラスがここからパラメータクラスのインスタンスを作ります。でパラメータクラスのインスタンスを、計算管理クラスにポンと渡すので、あとは値を全部そこからやり取りする。値の受け取りですけども、要するにハッシュなんで、文字列で名前を挙げたら、その値が返ってくる。で、もう一個大事なのは、そのハッシュキーが定義されてなかったときには、デフォルトのバリューはどうしましょうっていうのがあって、これですね、get double def ではデフォルトの略で、get double っていうのは、ダブルとして値を取りなさい。で、キー、例えばこれはテンプのチャートとか入れるわけですね。でもし、定義されてなかったら、こっちだとエラーで、上だとエラーで止まるんですけど、下はこの値をデフォルトバリューとしなさいとユーザーが定義する。まあそんな機能が安全ですね。というのを使ってインプットファイルの値を受け取っていくわけです。で、インプットファイルにはもう一つ特殊なキーがあります。モードですね。これは、必ず、書かないといけません。で、これは複数のプロジェクトを管理するために使っています。で、これは次にお話しします。で、プロダクトコードのとベンチマークの一番の違いというのは、ベンチマークというのはベンチマークだけやればいいんですよ。だからなんか計算カーネルというのはベンチマークしかやらないわけです。でも、プロダクトコードというのは、1個プログラム、その計算カーネルでいろんなことをやりたいわけですね。例えば、第一原理だったら、原子変えたいなとか、その配置変えたいなとか、ピリオディックにしたいなとか、いろいろあるでしょ。それを、いろんなコードを共存させたいわけですね。僕だったら平行状態と平行状態。今、平行状態の研究してるときに、非平行状態の計算をなんかやりたいなって言ったときに、いちいちコンパイルしなしてるのは嫌なわけです。ので、いろんなプロジェクトに、対応しなければいけません。で、そのときに、一番プログラムの結合が強いのは、メイン関数を毎回書き換えましょうというやつですね。これはちょっと嫌ですね。で、よく出てくるのがスイッチ文で管理するというやつですね。これもさっき言ったフォームとコンポーネントの理由で嫌です。で、弱い側の極限としては、スクリプトを提供したり、ライブラリ化したりというのもあります。で、僕はその真ん中ら辺ですね、シングルトンパターンというのを使いました。これはちょっと考慮します。で、強い極限、メイン関数を毎回書き換える。そのプロジェクト A とか B とか、そのコメントアウトしてやって、で、C やってんだけど、あ、ちょっと今 B やりたいっていうんで、プロジェクト C を、なんだ、コメントアウトして、プロジェクト B をまた復帰させるとか、これ嫌でしょ。スイッチ文も嫌ですね。なんかこれもさっき言った理由で、プロジェクトが増えたらここ書き直さなきゃいけないので嫌ですね。これは絶対嫌ですと。次、
あのプログラムの弱結合極限としてやっぱスクリプトを用意するっていうのが結構いいですね。これランプスの例ですけども、ちょっと見づらいですけども、このファイルを食わすとスクリプト、ユーザーがスクリプトを食わすんですね。最初にこれユニッツ LJ って書いてあるのは、LJ のユニットを使いなさいとか、ディメンジョン2っていうのは二次元形を計算します。でデータのボディ、あの二体相互作用を定義して、最後の方にサーモ500って書いてあるのは500回の、熱緩和をしなさい、その後にラン1万回というのは1万ステップ実行しなさいとかいうのを全部書けばいいわけですね。これ素晴らしいでしょ。素晴らしいけど、これユーザーとしては素晴らしいですけど、我々プログラマーでもあるので、こんなの全部作ってたら大変ですよね。なのでもうちょっとなんとかその中間ぐらいがいいなということで、シングルトンパターンというのを使いました。シングルトンパターン、あのこういうパターンというのはその、デザインパターンというあのプログラムを組むときの設計思想みたいなのがあります。あのもしご存じない方がいたら、そのデザインパターンでググってください。有名な本があります。でまず、さっきのフォームとコンポーネントと同じことをします。ユーザーはプロジェクトクラスから派生したクラスを実装します。でプロジェクトクラスは自分コンストラクターで、自分自身をプロジェクト管理クラス、プロジェクトマネージャーに登録します。コンストラクターで自分自身を登録します。で、その時にハッシュキーと自分自身のポインターを渡します。そうするとプロジェクトマネージャーというのは何だかよく分からないですよ。プロジェクト実際にどんなプロジェクトが入っているのか分からないけども、自分は例えば10個のプロジェクトを管理していて、とにかくこのハッシュキーが呼ばれたらこのプロジェクトを呼び出せばいいのだということだけをプロジェクトマネージャーは知っている。で実際にインプットファイルでモードでこのハッシュキーを渡します。そうするとプロジェクトマネージャーはその対応するプロジェクトクラスのインスタンスを探してきて、そいつのランというメソッドを呼びます。でプロジェクトクラスのランは空っぽですけども、さっき言ったバーチャル関数によって上書きされています。実際の派生先のクラスにのランが呼ばれて、その中が事実上のメイン関数になっていて、そこを書けばあのよろしい。これあの新しいプロジェクトを書いたときに、あのほとんどのカーネルは再コンパイルいらないですね。自分自身のその新しいプロジェクトだけが再コンパイル対象になるという意味で、あの弱いわけです。結合がで設計思想としては、メイン関数を書かなきゃいけないわけですけども、それを独立に書きましょう。でプロジェクトを増やしても本体を再コンパイルするのは嫌ですねと、まあ、そんな時間かかんないですけど5000行だから。でこれは実はシングルトンパターンというのになっています。で、ここでは説明はしませんのでググってください。で全てのプロジェクトはプロジェクトクラスのサブクラスになっていて、コンストラクターで登録してプロジェクトランの中身が実用のメイン関数になっています。で長所短所ですが、ライブラリに近いイメージですけども、ライブラリ化はしていません。もしライブラリだったらその何ていうのかな、ライブラリよりはもうちょっと結合度が強いのが分かりますよね。ライブラリっていうのも本当に使う機能が全部提供されていて、それをリンクするだけなので、そうではなくて自分自身を登録とかいう意味でもうちょっと強い結合になっています。でこれ新規プロジェクトの追加をするときに、あの何も知らない人がさあやりましょうっていうのは大変なの分かると思います。あのライブラリだったら単に書いてリンクするだけですけども、この構造を知ってないと追加できないわけですから、なのでもうちょっと結合が強いわけですけど、まあユーザー僕だけだしいいかなと思いますね。この辺が妥協です。次、メイン関数の引数の扱い。この辺はその実用上の問題っていうよりはですね、気持ちの良し悪しの問題ですね。そのあんまりもしかしたら研究者は気持ちの、でも研究者もやっぱ研究の気持ちの良さとか悪さとかあるでしょ。モデル見た時にこれは気持ち悪いとか気持ち悪くないとかあるでしょ。それやっぱプログラムにもすごくそういうのがあってですね、あのメイン関数の引数、メイン関数の引数に argc とか argv とかついてくるじゃないですか。あれを要求するクラスが少なくとも2つあるんですよ。一つは MPI ですね。 MPI ニットっていうのは argc と argv を入れないって呼ばなければいけません。でもう一つはパラメータクラスですね。さっき言った通りファイル名を引数で渡すので、あのファイル名の取得に argv が必要です。で誰がどうやって受け取るべきかなんですけど、プログラムとの結合が弱いのはメイン関数の引数を要求するクラスをメイン関数で別々に作って、つまり今必要なのが並列化クラスと
MPI 化クラスとパラメータクラスが必要なので、そいつにあの、引数を渡して2つのインスタンスをそれぞれメイン関数から渡すという方法が弱いですね。もう一つはもうだってどうせ使うんだから計算管理クラスのに全部渡してその中で全部処理してしまうというのがプログラムの結合が強いです。で一番最初は下の方針で作ったんですけど、あのバージョン2フラあのハイブリッドの時には上にあの仕様変更しました。この辺はもう本当に趣味なので、 あんまり実用とは関係ないので寝ててくださって構いませんよ。まず最初に argv と argc を一旦、2つのクラスのインスタンスを作って渡すというのはどういうことかというと、メイン関数にまず argv と argc が渡されてきますね。でそれを、メイン関数の中で2つのクラスのインスタンスを作ります。 npi のインフォとパラメータクラスを作って、その2つのクラスのインスタンスを計算管理クラスのコンストラクターに渡して計算管理クラスを作ります。それ設計的には多分一番真っ当な方法です。で多分ね、で最初これやったんですけど、なんかもうめんどくさくなったので、MD マネージャーってここに書いてあるのがその計算管理クラスです。それに直接 argc と argv を渡してしまって、中で npi init とパラメータを作ることにしました。でメイン関数は結局何にもしません。本当に引数 argc と argv をスルーするだけです。でプログラム設計的にはあんまり良くないです。なんでかっていうと、だって計算管理クラスでしょ。計算管理クラスのコンストラクターには計算を管理するのに必要な情報を渡すっていうのが設計的には正しい。なので計算を管理するには並列と並列化の情報と、パラメータの情報が必要なので、並列化の情報とパラメータの情報を渡すっていうのは真っ当なわけですけど、そうじゃなくて引数プログラム引数とその文字列を渡すっていうのは設計的にはあんまりよろしくないんですけど、そのなんで分けなかったかっていうと、分けるご利益があんまなかったんですね。オブジェクト指向においては、そのオブジェクトのライフタイムっていう言葉が出てきます。その C ではあんまり作ったり消したりしないですけども、オブジェクトっていうのはなんかできては消えていくわけですね。でその時にあるオブジェクトができた時に、そのオブジェクトが生きている間は絶対に生きていて、そいつが死んだら必ず消えるっていうようなオブジェクトがあったら、それはライフタイムを共有していると言います。具体的には結合していると言いますね。で具体的にどうなってるかというと、そのオブジェクトの例えばフィールドに別のオブジェクトのインスタンスが入ってるって皆さんついてきてますか、大丈夫ですかとか、そういう時にはライフタイムを共有しているわけです。で MPI インフォ、MPI の情報とパラメータクラスというのは当然のことながら計算に必要なので、計算管理クラスとライフタイムを共にするわけですね。で計算管理クラスが必要になったら作られるべきで、計算管理クラスがなくなったら、消えるべきものです。それが外で作られてると、そのライフタイムがバラバラになるわけですよ。 MD 計算クラスが死んだ時に外で作られてるから、こいつは並列化インスタン、並列化オブジェクトを殺す権限を持ってないわけですね。それって僕はやっぱ気持ち悪いなという気がして、というわけでそのこういう形にしました。もうちょっとなんかいい方法があるかもしれません。この辺は趣味の問題です。次、力の計算ルーチンですね。ちょっと早かったかな、失礼。分子動力学法において力の計算というのが最もホットスポットですから、こいつをなるべく早く実行したわけです。で一番大事なのはアーキテクチャごとに最適化が違うので、例えばこれが富士通用です、これが IBM パワー用です、あとはなんかインテルゼオン用ですとか、いろいろあるわけですね。それをどうやって管理しましょう。もう一つは今 LLR ジョーンズしかないですけども、結局はいろんなパラメータに対応したいわけですね。いろんな力場を入れていきたいわけですけども、その時にどうするかっていうと、一番設計的に綺麗なのは流出位ごとに力の計算を仮想関数で設定することです。どういうことかっていうと、力の計算するときに粒子の種類を調べて、その粒子の種類、例えばレナード・ジョーンズ同士だったらレナード・ジョーンズ同士の力の計算が仮想関数で自動的に呼ばれますと。でこいつが電荷の粒子だったら電荷となんとかとか、カットオフの違う粒子が入ってたりとか、そういった2つのものがあったときに、
自動的に対応する力の計算が呼ばれるようにプログラムを組むことができます。仮想関数を使えば、さっきと同じ理由で。ですが、それやるとクソ遅いですね。だって流出位が出るたびに、そのどの関数を呼ぶべきかチェックして飛んでいくので、流出位ごとにあのワンクッションが入るので、ものすごく遅いです。で、次、それはやめましょう。力の計算ルーチンを一つ一つまとめておいて、で、機種ごとに仮想関数にする。あの呼ばれる直前まではあれなんだけど、その今富士通で実行されてますっていうのを判断したらガッといって、そこで100万個とか計算します。 IBM だと思ったらカッてやって計算します。これ良さそうに見えるんですけど、うまくいかんですね、実は。というわけで今力の計算はベタに書いています。で、さっき言った通り相互作用の計算を仮想関数化すると死ぬほど遅くなるので、これは論外ですね。でもたまにやっぱりプログラム設計、あのプログラマーとして入ってきた人が計算科学計算、あの科学数値科学数値計算のプログラムを書くと、こういったことをやります。で、やっぱ設計として正しいとしても、やっぱりその速度が出なければ意味がないので、その、うん、これはダメですね。次、せめてアーキテクチャごとのなんかやつはあの隠蔽したいんですけど、それもやっぱり遅くなります。これなんでかっていうと、コンパイル時にどの関数が呼ばれるか決まらないわけですね。力の計算を呼ぶルーチンがあって、そこから呼ばれるときに、その実行時に判断しているので、どの最終的にどの本当にどれが呼ばれるか、コンパイル時に決まらないわけですよ。そうすると、今最適化っていろんな最適化があるんですけども、特に重要なのが IPO というやつですね。インタープロシージャルオプティマイゼーション、あのインテルコンパイラーだとマイナス IPO とかマイナス IP とか つけるの多分ご存知だと思いますけど、あれインタープロシージャルオプティマイゼーションの略です。で、これは異なるプロシージャー、もっとファイルの違うやつを全部まとめて最適化をかけるもので、これはあの 賢いコンパイラーがやるとすごく速くなるんですね。で、これが効かなくなります。あの賢いコンパイラーはちゃんと最終的にどれが呼ばれても大丈夫なので最適化してくれるんだけど、誰とは言いませんが、賢くないコンパイラーはこれをすると遅くなるわけですね。なのでしょうがないから、ベタに書きました。はい。なんかやっぱ数値計算のなんか話をするとコンパイラーの愚痴がすごい出るんですけど、今日はちょっとそこそこにします。何の話でしたっけ？なので結局 ifdef とかでベタに、あと今僕はコメントでベタベタに書いています。これが、プログラム設計のシリアル版ですね、までのお話。次、並列化の話を少しします。まあ簡単なために、あの領域分割の話、あの分子動力学って短距離なので領域分割がすごくきれいにいきます。領域分割の話にします。で、あのハイブリッドですけど、実際にはあのフラットエンペアだけ考えます。で、そうすると領域更新を担当するクラスを作るのは自然ですね。で、これをあの MD ユニットとここでは仮に名前を付けましょう。で、ある一つの MD ユニットが私はここを担当しますっていうのを割り当てていくのが、まあ設計的に自然ですね。さて、こいつら通信しなければならないですね。当然のことながら、あの 領域をまたぐ相互作用があるので通信しなきゃいけない。その通信周りをどうやって設計するかというお話です。一つは、もうこいつらが直接やればいいんじゃないって思いますね。その分子計算科学クラス、あの計算ユニットクラスがあるんだから、自分自身の隣が誰だっていうのをちゃんと知っていて、その回覧板を回せばいいじゃないかっていうのが案の一です。で、僕は最初これで組みましたが、そのやっぱりその気持ちの悪さっていうのがあるんですね。これ自分自身の住所を自分で知っていなければいけないのと同時に、隣の家が誰かっていうのも知ってなきゃいけないですね、当然のことながら。それをこの人が持ってるっていうのは、なんか今私はここを担当しますっていうのはローカルな設計なわけです。ところが全体の地図のうちの私はここにいて私の両隣はこれですっていうのはグローバルな情報なわけです。この両方をこいつが知ってるっていうのはすごく気持ち悪いので、やっぱりグローバルな情報はグローバルに管理すべきだよねということで、管理クラスを作りました。その今までは回覧板で回してたのを郵便にしましょう。一旦ポストに上げます。そうするとあなたので、その時に宛先は誰々さんじゃなくて私の右隣にします。そうすると MD マネージャーにポンと渡されて、右隣は誰かっていうのを判断してそいつに情報を渡すということをしました。
こうすると通信と、計算が分離されて、あのプログラムの設計がきれいになります。で、さっきも言った通り局所的な役割と対極的な役割を分離できたので、まあ、気持ちがいいかなという気がしています。でハイブリッド版では、こっちを採用しました。で、あの MPI で最も僕が気持ち悪いと思うのがスコープですね。あのプログラムの設計においてやっぱりすごく大事なのはスコープですね。自分がどこまで持って知っているかとか、この変数はどこまで参照できているのか、で関数の中で参照した作ったかあのなんだ変数ってのは外から見えないわけでしょ。そうやって状況をあのなんだろうな、どんどん情報を局所的に押し込めていくことで、バグがないきれいな設計ができるわけです。でその逆がグローバル変数ですね。グローバル変数はどこで誰が何やってるか分からないのでバグるわけです。で通信は今言った通りあの郵便局を通じてのみやりたいわけですけども、 MPI ってそうなってないんですよ。 MPI ってどこからどこにでも通信いけるんです。それって何やってるかっていうと GoTo 分みたいなもんでスコープを破壊しています。なのでこの2つを共存するというのはその設計的に僕はすごく難しかったです。なので基本的には疑似的にスコープを導入した。つまりそのこのさっき言った通り自分の左隣に誰がいるかというのは本人知らないので、知らないから直接通信しようがないから上の郵便局に聞くという方法を取らざるを得ないということで、実際には直打ちすればできちゃうわけですけども、そういうことをさせないことで疑似的にスコープを入れましたが、まあなんか設計的にこれが綺麗なのかなというのは未だによくわからんですね。はい、次、さっきの地図の話ですね。MPI ではそのなるべくノードまたぎの通信量を減らしたいですね。そしたら例えば1ノード4プロセスの2次元空間分割で4ノードで計算したいといった時にはなるべくこう固まるようにプロセスを配置するわけですね。でハイブリッドだとさらにめんどくさくてですね、しかも最近のハイブリッドってそのコアが12とかそのなんか、まだ8とかだったら 2×2×2 にできますけどね、12とか3の倍数が入ってきたり、そのゼオンファイだと60とかでしょ。なんか5の因子が入ってきて、なんだって感じですよね。何でしたっけそれをなんかうまいこと配置しなきゃいけないわけですね。なので、どの領域に誰がいるのかという地図の管理が必要になります。さて、これを誰が知るべきか。最初は地図クラスを作りました。あの、つまりどこに誰がいるかっていう MPI の管理情報をクラスを作って、さっき言ったあの、MPI init を呼ぶ関数も全部これですね。でそこで地図を管理していて、通信するクラスが毎回、さっきだと計算管理クラスがこの人の、ランクのが今右隣に通信したいんだけどそれは誰ですかっていうのを問い合わせて受け取るということをやってたわけです。だから郵便局をちゃんと別に作ったわけですね。政府っていうかそのなんか計算管理と。でもう一つはもう計算管理クラスが直接地図持ってればいいじゃないかということで、その地方自治体がですね直接あの郵便局もやってしまう。で最初はちゃんと郵便局と地方自治体を分けてたんですけど、あの結局郵便局と地方自治体をくっつけてしまいました。これもそのライフタイムの問題ですね。そのハイブリッドコードではその計算管理クラスのコンストラクターデストラクターで MPI のイニットとファイナライズを呼んでしまいます。計算管理クラスが生まれた瞬間にあのでか通信というのは絶対このクラスの中でやるので MPI イニットはこいつがやるし、こいつが死ぬときには MPI ファイナライズをするときなんです。なのでそのコンストラクトデストラクターに入っちゃってるので、その MPI という概念とこの計算管理という概念はオブジェクトはライフタイムを共有しています。なのでそのときにわざわざ通信管理クラスを外出しするというのはやっぱり逆に気持ち悪いかなという気がしました。のでやっぱり僕はそのプログラマー出身なので設計はきれいに組んでいて、でもあれやっぱ違うかなということで設計をきれいじゃない方向にも戻ることもあるということですね。はい、これは通信の最後ですね。ちょっと早すぎたかな。次、全体処理の扱い。これがやっぱり面倒くさいですね。我々領域分割をしているわけです。領域分割してるってことは
その変数データですね、例えば運動量とか位置というのは全部別のいろんなノードにバラバラに分散してるわけですね。そうするとじゃあどうやって初期化しましょうとか、温度とかどうやって測りましょうとか、圧力とかめんどくさいですね、圧力とかどうやってするかっていうのはすごく問題になるわけです。で、設計思想としてはユーザーから見えるのは、計算管理クラスだけにしたい、地方自治体だけにしたい。ユーザーっていうのが何だか分かんないですけど何なんでしょうねまあ地方自治体だけを見たい。で、その地方自治体の全体の一軒一軒の家に関してはあんまり意識したくない。でも我々はそのデータを触りたいわけですね。そのでもう一つはそのなるべく並列化構造、どういうふうに並列化されてるかを意識しないでやりたいですね。というわけで、まあ、なんかユーザーがいてですね、地方自治体にこれを全戸に向けてやってくださいと。例えばそうですね、その僕が何か管理局だったとして、国勢調査をしたいと言ったときに国勢調査してくださいって地方自治体に言うわけですね。そうするとそこにはアンケートのひな形があって、そいつを各戸にバーって配るわけです。配って、計算管理クラスが配って、必要があれば隣と通信して、例えばその本当は国勢調査じゃないですけど、あなたのお友達は誰ですかとか言ったときに、隣の村の人ですとか言ったら、そういうのをなんか抽出して取ってくるんでしょうね。で、それで必要があれば通信した上で帰ってくるという処理をどういうふうに自治体が管理しているかを意識しないで組みたいと思うわけです。で、どうやって実装したかというと、例によってそのまた仮想関数を使います。計算管理クラスというのはエグゼキュートオールメソッドというのを持っています。で、これは自分が管理している、家のエグゼキュート、やる、実行するというメソッドを単に呼ぶだけですね。で、エグゼキュートに渡されるのがエグゼキューターという、クラスのインスタンスです。で、実際にこのエグゼキュートの中でやっているのはその EX という引数が渡されてますけど、 EX のエグゼキュートの中身を実際には呼ぶだけです。ちょっとめんどくさいですね。形としてはコールバック関数に近い形になってるんですけど、で、実際にそれは何をやるかっていうのはユーザーが書いて渡すわけです。だからこれは何やったかというと、作業手順書をユーザーが書いてそれを封筒に入れます。で、封筒に入れて渡すと、その封筒の中身が何であるかは全く意識しないでバーッと括弧に配られて、で、実際に開けてその括弧が封筒の中身を見て、あ、これをやらなきゃいけないのかということでそれを実行して、その結果がわーっと返ってくるという、なんかそういうシステムを作ったわけですね。で、今言った話がここに書いてあるな。で、一応形の上では並列構造が隠蔽されていますね。で、例えばどういうことをやるかっていうと、温度を知りたいとなったら、エグゼキュータークラスに、あなたが持っている運動量の事情、全部の事情の和を取って、2分の3を取って、持ってきてくださいということ、全部足してくださいということが指令に書いてあるわけです。それが、計算管理クラス、地方自治体に渡されます。渡されると、そのまま中身が何だか分かんないまま、括弧にわーって渡されて、で、各家では、エグゼキュートの、キュータークラスのエグゼキュートを呼ぶと、その中身を実行します。で、その時にですね、どういうことが起きているかというと、そのプログラムの中身を呼ぶ時に、MDU と計算管理クラスは、自分自身を引数に渡します。エグゼキューターに。そうすると、プログラマーは、地方自治体の、じゃなくて家の、そのインスタンス、ポイントを持ってるわけですね。そうすると、こいつを通じて、変数にアクセスできるわけです。めんどくさいですか？ので、結局、プログラムを組むのは結構大変ですね。その、自分自身が、この最終的にどういうふうに配られて、で、どういうふうに実行されるかを意識しながら組まないと、これは実行できません。なので、形の上では、並列化構造は隠蔽されています。この実行形式は、どのように並列化されていようと、ハイブリッドであろうと、フラット MPI であろうと、普通に実行できます。ハイブリッドの時にはもう一段階、地方自治体が5人組かなんかに渡されて5人組がばらけるわけですけども、それには依存していませんが、実際にそのエグゼキューターのクラスの中身をゴリゴリ書くためにはどういうふうに並列化されているかをプログラマーが熟知していないといけません。そういう意味でなんかその並列構造を理解していないと中身が組めないので、なんかいまいち感が漂ってますね、うん、でもどうすればいいのか僕はちょっと分かんないです。もう話がそろそろ終わってしまうんですけど、ネタを入れないと早いですね。
最後に少しだけこれまでとは違ってソースを公開するということを、についての経験をお話ししてみたいと思います。ソース公開していいことはありますか？この講義の目的がですね、なるべくソースを書いて公開する人を作ることだと僕は思ってるんですけども、あんま僕いいことなかったですねCGI のスクリプトのなんか作るソフト作ったら、CGI のバグる、うちの環境でバグるんだけど教えてくださいっていうメールが結構来るわけですね。その当時その掲示板とか流行ってですね、すごいですよ、女子大生からメール来ましたよ。その自分の大学にそのサーバーで CGI とか公開できるようになってたんで、すごいキラキラのなんか CGI 作ろうとして、でバグるわけですね当然。でバグったらそのスクリプト送りつけてくるわけですよ。これが動かないんでやってくださいって。でなんでかっていうと CGI でググるわけですよ。その時は Yahoo だったのかな、 Yahoo でググるって変ですけどそうすると僕が CGI 作成ツールを作ってることが分かるわけですね、どっかで。そうすると CGI 作成ツールを作ってるからには CGI 詳しいでしょうっていうことで、それその発想がよく分かんないんですけどね、そういうのが来ました。あとすごいのがですね、僕があるプログラムの機能で、例えばもう言っちゃいますけど、二重常駐を禁止する機能っていうのをつけました。普通プログラムっていうのは実行すると何個でもウィンドウ開いちゃうわけですね。でも何個でも開いちゃ困るプログラムっていうのがあるので、 Windows の機能で自分自身が起動されたらあるところに登録しなさい、で次からそれがもう一回実行されたら、私に処理を渡してくださいっていう二重常駐禁止の機能があります。これ例えばエディターに何かテキストファイルをダブルクリックしたときに、そのたびにエディターが開いていったら嫌でしょ。なのでエディターは全部二重常駐禁止になっていて、ダブルクリックされたときにエディターが開いてなかったらエディターを開きます。でもエディターが開いていたら、そのウィンドウを探してそのタブとして開きたいわけですね。そういうので二重常駐禁止処理っていうのがあります。でそれをやりましたってソフトのアップデートに書いたわけですね。そしたら、その私は仕事でどうしても二重常駐を禁止しなければなりませんって、明日までにこのプログラムを完成させたい、ぜひ教えてくださいっていうメールが来るわけですよ。マジでマジで来たわけですね。だって僕フリーソフト作家でしょ、で向こう仕事でやってるわけでしょ、なんで無料でそういうことをしなければいけないのかって、切羽詰まってたらしょうがないですけどね。というわけであんま公開してもいいことなかったですね、文句ばっかり言われて。あとOpenMX なんかとかはデファクトスタンダードを目指す、その第一原理計算のソフトってたくさんありますけども、そのデファクトスタンダードを取ってやるんだと。そのなんていうのかな、ね、フォードとかがあった時代に、いやトヨタが世界を席巻するんだみたいな、これはスポンサーいないからそういうこと言って大丈夫だと思いますけど、っていうことをやるわけですけど、僕にはそんな目標はないですね。ユーザーを増やしたいとも思っていません。でもなんでソースを公開するのかというしているのかという話をちょっとだけ最後にしたいと思います。でこれ尾崎先生の、講義でも出てきた戦うプログラマーですね、現代ショーストッパーという名前がついています。これが元の名前です。でショーストッパーってダブルミーニングでして、なんかショーがあるわけですね、ブロードウェイとかで。その時にあまりにも演技が素晴らしいと、みんながこう立ち上がってわーって拍手するわけです。で拍手するとその拍手がすごすぎてちょっとショーが続けられなくなるから、ショーストッパー、つまり素晴らしい役者のことを言います。でそれとともにもう一つ、例えばブロードウェイのって全部生だからなんか問題が起きるわけですね。音が出ないとか、あ小道具忘れたとか、そういうのは普通だいたいアドリブで回すわけですけども、それが回らない、もう一旦幕を閉めなきゃどうしようもないというのもショーストッパーと言われます。だから致命的なバグなんかがそれに当たるわけです。この2つの意味があって、この戦うプログラマーっていうのは、その Windows NT を作るために伝説のプログラマーですね、デイビッド・カトラーっていう人がいるんですけども、この人がまずショーストッパー、素晴らしい役者だということと、 NT を公開するために致命的なバグを何とかしなきゃいけない、そのショーストッパーを何とかしなければいけないという2つの意味があります。でこれ尾崎さんがどういうふうに、尾崎先生がどういうふうに紹介されたか分かんないですけど、僕初めて読んだ時吐くかと思いましたね。これものすごいデスマです。これ最初の序文とかに書いてあるんですけど、この Windows NT というプロジェクトのためにあるものは家族を失い、あるものはなんか職を失い、愛するものを失いみたいなことが書いてあって、本当に失うんですよ、冗談抜きに。もう朝から晩まで仕事をするわけですね。
で、なんとか作っていくわけです。で、ちょっとでもその僕、プロジェクトでプログラム組んだことある人は、そのデスマに関わった人はその恐ろしさが分かるわけでね、これはもう本当に吐くかと思いましたね。で、家に置いといたら、なんか子供がなんかこれ読んでとか言ってて、これ絶対教育に悪いんでね、それで今学校に持ってきたんですけど、その Windows NT ってのはどういうものかってちょっとだけ紹介します。その Windows には2種類の OS 系統があります。最初に出てきたのが Windows QX 系ですね。で、Windows 95っていうのがバーンって出てきたわけですけども、これは今までの Windows 3.1、DOS から動いてたやつと違って、ちゃんと歴史とした OS です。その Windows システムです。ですが、これは古い OS であったんです。で、早晩これだけでは立ち行かなくなるということは、マイクロソフトは理解していました。特にそのセキュリティとかですね、安定性に問題がある。そのあるプログラムが死んだときに、その影響が他のプログラムに影響してしまったり、あるプログラムが他のプログラムのメモリを見に行けたりしてしまう。それを防ぐ、現代の OS は全部それを防ぐ仕組みがあります。で、そういう堅牢な OS を作る必要があったんです。で、そのために始まったのが Windows NT というプロジェクトです。ニューテクノロジーの略だったらしいんですけど、今は何の略でもないということになっているそうです。で、これには社運がかかっていたので、もうこれをやらないといけないということで、デイビッド・カトルというデイビ伝説のプログラムを雇って、で、やるわけです。で、Windows 95系列と Windows NT 系というのは全く別の OS です。いいですか。Mac と Windows ぐらい違う。全く別の OS です。でも、見た目はなんか似たように作ってるわけですね。で、最終的に Windows QX 系は立ち行かなくなるので、Windows NT 系に統合します。本当はその Windows 98から統合しようとしたらしいんですけども、ちょっと時期尚早だと思ったらしくて、Windows ME っていうのを一旦急遽リリースして、で、統合する。だから Windows ME が95種類なんですげえバグったんですね。その話はいいですけど。で、Windows 2000の時にはまだユーザーにも使いづらかったんですけども、XP になって安定したという話があります。それでですね、Windows プログラマーでした、僕は。で、Windows プログラミングというのはどうやるかっていうと、API という呼ばれるものを使います。これ、アプリケーションプログラミングインターフェースというやつで、Windows のプログラムを組むためには、例えばマウスイベントを取らなきゃいけないですね。とか、ファイル入出力もやらなきゃいけないですね。さっき言ったように、リペイントが必要になったら、リペイントイベントが飛んでくるので、そのリペイントイベントを取得して何とかする。ダブルクリックがされたら、ダブルクリックのイベントを処理するということをやるわけです。二重常駐禁止処理もそうです。それは API という OS が提供する機能を使います。で、異なる OS でも同じ API を使えば同じ動作が保証されるはずですけど、そんなことされるわけはないわけですね。で、Windows 90QX 系からその Windows、僕の環境は Windows 98だったんですけど、Windows 2000で動かないという報告を受けます。だって OS が全然違うので。でも API は同じなので、そこそこ動くけど変な風にバグるわけです。で、実機がないのでどうにもならなかったんですけど、似たようなソフトで早々公開しているプログラムがあったんです。それを見て、そいつは NT に対応してたので、あ、ここが違うのかっていうので API の呼び出し方を変えたら、そっちでも動くということがありました。で、それまでソースは公開してなかったんですね。なんかソース公開するってやっぱ恥ずかしいわけですよ。自分の癖とかわかるし、例えば変数をローマ字で変数って書いてたら恥ずかしいでしょ。それ全部バリアブルに変えないと恥ずかしくて公開できないですよね。で、そういうのがあったんですけども、あ、こういうことがあるならばやっぱり公開しなきゃならんだろうなと思って公開していました。で、ソースを公開するべきでしょうかって言われる話なんですけど、やっぱりメリットデメリットで言ったら、公開する意味は僕はあんまりないかなという気がしますね。単純にメリットで言ったらですよ。でも我々やっぱりググるでしょ。で、何か問題があったらググって、で、誰かがボランティアで書いた情報を見て、それでプログラムを対応していくわけですよ。で、我々がその論文を書いたりなんだりするのって仕事でしょ。それは必要だからやってるので、それはやって当然なわけですね。そのプラスアルファを我々はすべきじゃないかなと思いますね。だって、その自分たちが参照したブログ、自分たちが参照したなんかチップスというのは、その人たちは仕事で書いてないわけですよ。仕事の傍らでなんか知った知識をこうでボランティアで公開して、その結果我々何かメリットを得てるのであるならば、その
得た栄養をまた海に何らか別の形で返していくんじゃないべきじゃないかなと思います。で、僕がソース公開する理由ですけれども、短距離 MD 分子取り学校のデファクトスタンダードを目指しているわけではありません。別にたくさんの人に使ってほしいと思っているわけではない。多くのユーザーを獲得するためでもない。その多くのユーザーを獲得するとやっぱり大変だと思いますね。あとバグ報告なんかも期待していないです。バグ報告来ないですよ、全然来ないけど、ディスるあれはエアリップとか飛んできますね。これダメじゃねえのって。そのだってこれ軽コンピューターでフルノードで動くプログラムですけど、これ動かすのは税金の無駄だみたいなことを言う人もいるわけですね。なのしょうがないじゃないですかね。でもそれをでもやっぱり僕が崩壊するのは、軽フルノードで動作が確認されたリファレンス実装として公開しています。どんな問題点があろうと、どんな設計に問題があろうと、これは動いているわけです。何度も言いますが、 Done is better than perfect。 これは動いたという実績があるので、あのどんなに素晴らしいやつでも、その1万ノード10万ノードで動くかどうか分かんないでしょ。でもこれは動いたわけですよ。というならば、例えば並列プログラムを組んで、それは32ノードで動いたけども1000ノードでこけたといったときに、これは1万ノードで動いてるから、それと比べてみましょうということができるわけです。それによって、あのなんかそのこのプログラムの一部の DNA がやっぱり他のプログラムに取り込まれていくということを期待して公開しています。だからソースを公開しているわけです。ちょっと早く終わりそうですね、すいません。まとめてしまいます。設計に正解はありません。特にその性能と拡張性、保守性の両立というのはすごく難しい問題です。で、やっぱり大事なのはとりあえず書いてみることですね。僕はあの今回の MD コードを書くのに 3バージョン書いています。その論文に書く前に一旦スクラッチで書いて、で書いてみたらぐちゃぐちゃになっちゃったので、それを一旦全部書き直した。でフラット MPI で書き直したやつをバージョン1として公開している。でそれをフラットハイブリッドにして公開しているので、内部的には全く違うコードが3バージョンあって、そのうちの2バージョンを公開している。やっぱりその書き直さないとダメですね、で ただ設計が良くないなと思ったら書き直すことって書いてありますけども、やっぱり何か問題があった時に局所的な補修を繰り返していくだけだと、最後その建物は倒壊します。やっぱり一旦真っさらにして作り直す。で作り直すってそんなに手間かかんないです。あのだって一旦もう作ってるから、あとはコピーで作れます。で並列プログラムはやっぱりめんどくさいです。ものすごくめんどくさいですね。特にその並列化構造を隠蔽しようと思ったんですけど、やっぱりその今ユーザーは並列化構造を熟知していないと、あの観測ルーチンとか書けないです。これはそのこれもちょっと愚痴ですけど、10年ぐらい前からかな、15年ぐらい前からこういった MPI とか時代遅れであって、こういった並列プログラムっていうのは全て隠蔽される。素晴らしい言語、素晴らしいコンパイラーが出てきて、ユーザーはあの並列化構造を意識しないでプログラムを書けるようになると。 MPI を直でプログラム組むプログラマーは、時代遅れになると言われ続けて15年。全然僕待ってるんですけどね、いまだにそんな素晴らしい言語は出てこないですね。はい、あと15年以内には出てくるといいなと思いますね。最後、ソース公開について、あの僕はやっぱりやってくださいとは言えません。めんどくさいです。そのだから無理にやらなくてもいいと思います。でもその文句を言うよりも言われる側になろうというのは、僕が毎回講義で言うことです。何かを公開すると必ず評論家が湧きます。その人はその何らかの意味で僕よりも何かできる人なので、これはおかしいとか何とか言ってくるわけですけども、じゃあ彼らは何か公開してるかって、公開してないわけでしょ。その何て言うのかな、ものを作って公開すると評論家が湧くわけですけども、でそれを嫌だって言って公開しないっていうのも僕はもちろんありだと思いますけど、どっちがいいかって言ったら、やっぱり作って公開、どんなものでもですよ、作って公開する方が僕はいいなと思ってやっています。はい、ちょっと早くなりましたが、僕の講義は以上です。ありがとうございました。